もともとこんな形で残ってましたね、あの山そのものですよね。で、まあ1987年頃から発掘して、まあ、こんな形の石積みが段になって出てきたと。まあ、これを復元していったら、こんな形、いわゆる7段の石積みがあって、各面に11基ずつ石仏があったであろうという推測が今は立っています。で、こっち北面はきれいに残ってるんですが、反対側の方は崩れてしまったりしてちょっとわからないところもあります。で、まあ、7段のうち7段目が5基、それから1段置いて5段目が3基、3段目が2基というようなことで、こっちの面で11基こういう石仏が残ってます。この石仏は発掘されたんです。だからこのこういうこの中にあったわけですね。で現在28基石仏は確認されています。で、まあ、そのうち状態のいい22基が重要文化財に指定されています。で、まあ、この地図をご覧いただくと、ちょうどこの前のバス通りを北に突き当たると南大門になり、大仏殿があるわけですよね。で、そこからまあここまで。まっすぐ来れますんで、図塔がここにありますから、東大寺の坊さん、実中さん、水取りを始めた方です。その方が、まあ、これを作ったんではないかというふうに言われてます。で、まあ、当初の形、まあ、これは推察ですけど、多分こんな形をしてたんじゃないかと。各段に屋根があって、一番上に塔がある、要は塔として作られたということを推定してますね。で、一番上を発掘したら、この心柱の石が出てきました。こんな感じがありますか。これ上から、真上から掘っていったら、これがここに礎石がね、発掘された。というようなことで、まあ、多分こういう柱があって、上に建物を作って葬儀を置いたと、そんな形じゃないかなと言われています。